なのでこれが健康な人と健康じゃない人の違いです。隙間がたくさんある方に関しては歯間ブラシで、歯間ブラシを入れる隙間がない方に関してはデンタルフロス。もいもいもい、アスクラピアス JC です。よろしくお願いします。前回はデンタルフロスの使い方ということでね、今リンク貼ってますけど、オリンピックを開催するためにはデンタルフロスをするしかないというね、あの結論で締めくくったんですけどね、今日はね、デンタルフロスと双璧を担うんですね、歯間ブラシってみんな聞いたことあると思うんです、はい、その歯間ブラシの謎に迫っていきたいと思います。今日の動画を見るとですね、デンタルフロスと歯間ブラシの使い方のその違いがはっきり分かるようになると思います。これを間違えるとこれ全く意味ない。例えば水中メガネでそこら辺歩いてるね、水中メガネで水の中でよく見えるけど全然見えないじゃないですか。でそれぐらい意味のない状況に陥ってしまうってことです。皆さんそうならないように最後まで動画をご覧いただければと思います、はい、そして歯間ブラシが必要な理由っていうのも分かります、はい、そしてその歯間ブラシの種類っていうのもいろいろあるんです。薬局に行ったら分かると思うんですけど、歯間ブラシコーナーって言って一つコーナーがあってですね、もう10個20個も平気でありますから、どっから選んでいいか分からない。もうこんなに選ぶぐらいだったら歯間ブラシはまあ今度歯医者さんに行った時からいいかなって人いると思うんですよね。でそれがなくなりますと今すぐ使いたくなる、あなたに合った歯間ブラシが分かるようになるってことです。そしてそのあなたに合った歯間ブラシの正しい使い方っていうのが分かるようになるよっていう、もう本当に盛りだくさんの内容で今日はお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ1個目です。フロスと歯間ブラシの違いということで今日はやっていきたいと思いますが、はい、まずはデンタルフロスと歯間ブラシってもう明らかに形は違うし、もう見ればわかると思うんですけど、そもそも我々が今日一番お伝えしたいことは誰にどっちを使ったらいいかっていうのをお話ししていきたいなっていうふうに思ってるんですね。ざっくり分けるとですよ、患者さん2種類しかないです。超健康な人と超健康じゃない人と、その2つがあるんだけど、それって見た目にもわかるぐらいに違いが出てくるんですね。でそこの形態的なところからまず迫っていきたいと思います、はい、これは専門的な言葉で言うと病理学的なアプローチということになる、でしょうか、はい、はい、やっていきたいと思います。じゃあ仁先生お願いします。はい、超健康な人で皆さんどうですか、自分のお口の中と比べてみて。超健康な人はどうなってるかというと、この前歯のですね、これ前歯の写真なんですけど、これが上の歯で隠れてるのが下の歯です。健康な歯茎だとこの歯と歯の間にこうとんがって歯茎が入ってきてる、で綺麗なピンク色ですし、歯茎が腫れたりしてないですし、歯と歯の間にしっかりこの歯茎が入ってるっていうのが健康な人の歯茎です。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。で健康じゃない人の歯茎ってどうなってるかというとこんな感じです。全然違う、ドン。これ超かっこ悪くないですか。これ同じ前歯ですよ、上の歯と下の歯、まあもちろん別の人なんですけど、同じ別の人これ健康な人ってこのように歯茎がちゃんととんがって入ってくるので、黒いところっていうのがないんですよ。黒い三角形みたいな。黒い三角形みたいな。私たちブラックトライアングルって言ってしますね、はい、なのでこれは何で起こるかっていうと、この健康な歯茎から歯茎がですね、感染して歯周病になったりして歯茎が下がるとこのように歯の根っこが見えてくるので、ここの黒い隙間のところがすごく目立ってきます。あ、そっか、歯ってこうやってとんがってるから歯茎が上にあるとそこの間は埋まるけど、はい、下がると根っこが出て細いところが出てきて歯と歯の間が大きくなっちゃうね。歯の頭と根っこの間がちょうど三角形になるんですね、うん、なのでこれが健康な人と健康じゃない人の違いです。そしてそのスペースはもう全くないのとめっちゃあるのと全然違うってことですね。なので一見これで例えばご飯とか食べた後にここの隙間に、まあ食べ残しもそうですけど細菌とかくっついちゃうと果たして歯ブラシで取れますかってところなんですよね。歯ブラシだけではとても難しいんじゃないのかな。で二大疾患、虫歯と歯周病ってあると思うんですけど、大人の病気っていうのはそれからこの歯と歯の間からほとんど起きるっていうふうに言われてますので、これどうやってお掃除していくかっていうのがものすごくキーになってくるかなと思うんですけど、ただこれみんながみんな同じ方法で綺麗になるかっていうとそうじゃない。実は歯茎の状況によってこう全然歯ブラシの仕方とかアプローチだとかその戦略っていうのが変わってくるので、その謎に次から迫っていきたいと思います、はい、じゃあ次はねフロスと歯ブラシの違いなんだけど、今日はどっちを
誰に使っていきたいかっていう話をしていきたいので、そこだけにフォーカスをしてお話をしていきたいなっていうふうに思うんですね。じゃあまずデンタルフロスなんだけど、デンタルフロスっていうのはどういう特徴があるのかな。歯と歯の間のところを通すことができるので、うん、当たってるところを唯一掃除できるのはデンタルフロスだ。なるほどなるほど。当たってるっていうのは歯と歯とくっついてる。くっついてる、うん、デンタルフロスってどうやって使うの。例えばこれ歯がここだったらこの間を通すような。なるほど。歯間ブラシとか歯間ブラシの場合はこういう感じです。あ、なるほどなるほど。ってことはここの歯と歯の間のところっていうのは歯間ブラシでは取れない。じゃあ唯一磨けるのはこれデンタルフロスってことになるよね。そうですね。ということはこれはどっちもやらなきゃいけない。それがまた適応症の違いっていうところになってくるので、で、まあ、健康な人っていうのは歯茎がぴったりしてると。だからほとんど器具を通す隙間がないので、それってここに歯間ブラシ通せるかな。いや実はこれすごく大切なことなんですけど、ここに無理に歯間ブラシを通してしまうと、歯間ブラシを通すことによって歯茎が下がってしまうことがあるんですよ。ですので歯茎がすごく健康な人っていうのは歯間ブラシではなくてデンタルフロスを使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。逆にさ、じゃあこっち歯周病が進んでる人はどうなのかなっていうんだけど、これめっちゃスペースあるよな。ありますね、ここの黒いところですね。まあ2つ方法はあるんですけど。2つ方法がある、はい。まあフロス、デンタルフロス、歯間ブラシ、うん、ただ、まあ、この2つの方法で除去効率、汚れを取る能力が高いのは、まあ、歯間ブラシって言われてるんですね。こういった方の場合は十分なスペースがあるので、ここにブラシが通るのでフロスよりは歯間ブラシの方がいいんじゃないかな。磨けないところもありそうだよね。そうですね、歯間ブラシだとここの三角形のところは磨けるんですけど、この歯と歯の間のところっていうのは磨けないんですよね。ああ、なるほどね。いわゆる我々コンタクトポイントとかって言ったりするんですけど、この歯と歯のもう厳密に接してしまってる部分に関しては、あの完璧に磨くことっていうのは歯間ブラシではどうやらお掃除することができなそうだなっていうところなんです。で、一方すごく狭い隙間であってもデンタルフロスだったら到達してくれるので、例えばすごく健康な若い方はデンタルフロスの方が正しいかなっていうふうに思います。OK ですか。はい。というわけで、隙間がたくさんある方に関しては歯間ブラシで、歯間ブラシを入れる隙間がない方に関してはデンタルフロスという方でいいんじゃないでしょうか、はい。そもそも歯間ブラシが必要な理由っていうところを迫っていきたいと思います、はい。で、これはね、以前の動画の復習にもなろうかと思うんですけど、実は歯の中にはですね、お口の中には2つの大きな病気があって、虫歯と歯周病というわけですね、はい。で、すばすべからこれは歯と歯の間からどちらも成人の場合は問題が起きやすいんですね。ですので、この虫歯と歯周病を予防していく、あるいは防ぐためには歯と歯の間をケアするっていうのが絶対に必要だっていうことなんです。そしてその立役者としてはデンタルフロスと歯間ブラシということでよろしいでしょうかね、はいはい。それでは3つ目いきたいと思います、はい。歯間ブラシの種類っていうことなんですけど、これは歯科衛生士さん大好きな話ですね、まあ、これはいろいろ種類があるっていうことなんですね、はい。で、何か種類があるんですか、いくつか。一応形としては L 字型って呼ばれるものとストレート型って呼ばれるもの、この2種類があります。はい、一般的に歯科医院とかでよく使ってるのは自分は L 字型の方なのかなと思うんですけど。なるほど、はい。じゃあ形としてはまず2種類あるってことなんですね、はい。で、あとじゃあ材質的なところはどうなんですか。材質的なところは2種類あります。ああ、なるほど。歯間ブラシには2種類種類、はい。ナイロンタイプとゴムタイプで、これナイロンタイプっていうのが中に金属のワイヤーが取ってるんです。で、ゴムタイプっていうのはそのワイヤーがないんです。材質としてはそこの2種類があります。この一般的にまあ使うのってこのナイロンなんですよ。あ、確かにこれよく見る。これよく見ますよね。じゃあゴムのやつってどういう人が使うんですかってことなんですか。なんか最近歯茎に優しいみたいなってコンビニに言ってるけど、どうなんだろう。まあ確かにこう使い方を間違ってたりとかすると歯茎にこのワイヤーが刺さっちゃうかもしれないんで、まあそういった方とかはゴムがいいかもしれないですよね。で、歯科医師目線で言うとインプラントされてる方で金属の方が入ってるわけじゃないですか。で、そこをこのワイヤーが入ったものでゴシゴシやっちゃうとそこを傷つけちゃう、インプラントで。なのでそういった方はなるべく金属を傷つけないためにゴムを使うっていうのが大事ですね。なるほど、はい。はい、というわけで歯間ブラシの種類としては、まあ、いろいろあるかもしれないですけど、市販でよく売られてるものに関しては2種類あるっていうことなんです。で、これすごく大切なことなんですけど、例えば歯間ブラシ、まあ、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、あの
すごい健康な人とすごい健康じゃない人の2種類のわけがないんですよ。いろんな種類の人がたくさんいて、でそこにね、たくさんの実はサイズが本当はあるんです。もうサイズに関しても1つの歯間ブラシの種類でも5種類、6種類、7種類あるものもあるぐらいで、どこの歯に何を使ったらいいか、あるいは効率よく使っていくために平均的なサイズをどうやって選んだらいいかっていうのは我々でも難しいと思います。歯医者さんにぜひ行っていただいて、信頼できる衛生士さんを見つけたらその方にぜひ聞いてみてください。私はどのサイズの歯間ブラシを使ったら効率よくそして健やかに過ごせるかっていうのを聞いてみてください。はい、そういうわけで歯間ブラシの種類聞いてきました。じゃあいよいよ最後のトピックスになります。歯間ブラシの正しい使い方ですね。もうね、正しく使わないとめっちゃ歯茎を傷つけたり病気を悪化させてしまう可能性もあるので、ぜひここのトピックスだけは押さえておいてください。まず使い方としてはもう単純にこの間に通すだけです。まず通してあげるんですけど、まあ、これもブラシなので歯ブラシの時と同じようにこういう擦るような動きが必要になってくるんですね。なのでここを通してあげて、まあ、抜き差ししてあげることで汚れを効率よく取ることができます。ここから、まあ、さらに効率よく取っていくためには、まあ、多少ちょっと沿わせてあげるのがいいかな。ちょっと傾けてあげて、ちょうどこの歯のカーブの部分、この辺りを汚れが取りづらいのでちょっと磨いてあげる。ただ注意点としては、まあ、特にここの隙間が狭いところに無理やりもうグーって入れてしまうと、ここお肉のところに傷がついたり、逆に今度歯茎痩せてしまったりとかしてしまうので、もうここのサイズスッと入ってスッと出るぐらい、まあ、ここのサイズ感に関しては、まあね、通っている歯科医院さんの衛生さんに聞いていただいた方が正確だと思います。あとは力をあまり強くこう歯に当てすぎると中のこのステンレスの棒が歯に当たってしまうので、もう金属の棒で歯を削ってるみたいな感じになるんですね。そうするともう歯が削れてきちゃうので、まあ、力はそれまでそれほどかけなくていいので、この毛先のところを歯に当たるようにして前後に動かしてあげて汚れを取ってあげるっていうのが一番重要。はい、そういうわけでね、3つポイントがあってですね、歯の並び方っていうのですね、やっぱり歯並びっていうのがやっぱすごく違うじゃないですか、一人一人ね。例えばこういうふうにまっすぐ並んでればいいけど、こんなふうになっちゃってる方とかもやっぱりそういう人こそね、歯間ブラシしてほしいんですよ。で、そういった時に間違った方向で、あ、はいはいはい、めっちゃいいからいいかな、じゃないんですよ。そういったところこそ歯間ブラシをしてほしいので、まずご自身の歯並びをしっかりしてほしい、衛生士さんに聞いてください、そして2番目、補鉄装置。私補鉄の指導員になりました。補鉄の専門医にね、あのうちの歯科医院でもなれるようにって今準備をしているので、ぜひ一緒に働きたい歯科技工士さんだとか歯科医師の先生とかっていうのは見学だけにでも来てくれればたくさんお酒飲ませます。というわけでね、もう本当に日本酒から焼酎ウイスキーまでそうそういうわけでね、いろいろな補鉄装置があるんですよね。クラウンブリッジからインディアンで、それからインプラントブリッジ、まあ、それぞれの歯ブラシの仕方っていうのは全然変わってくるので、そういった場合っていうのはやっぱりね、本当に信頼できる歯医者さん、衛生士さんが近くにいるんであれば、まあ、ぜひ相談していただければというふうに思います、はいはい、そして最後、顎の大きさ、まあ、これは簡単なところですね。でも顎がちっちゃければ歯ブラシ入んないよね、歯間ブラシも入んないです。そういうわけでですね、まとめるとデンタルフロスと歯間ブラシの違いということでやってきました、はい、でこれはね、2つあったと思うんですけど、まず歯茎がしっかりしてる人としっかりしてない人がいて、しっかりしてる人はデンタルフロス、しっかりしてない人は歯間ブラシ、これでやっていきましょうということです、はい、そして歯間ブラシが必要な理由っていうのは、ほとんどの病気が歯と歯の間から起きるから歯間ブラシは避けては通れないものなんですよっていうことです。そして歯間ブラシの種類としては材質と大きさでいろいろあるよっていうことです。そして歯間ブラシの正しい使い方に関しては、どうしたらリーン、あなたの動画を見てくださいっていうことで今日は終わっていきたいと思います、はいはい、アスクラピア JC ではですね、皆さんの興味のあることを何でもやっていきたいと思います。そして質問にはできる限りすぐに答えたいと思いますので、ぜひコメント、いいね、よろしくお願いいたします、はい、それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。